皆さんこんにちは、トリー&ノーフの徳本です。今日はですね、昨年の年末に、宣言しましたが、我々は今年から田植えを一切やめて淡水超過で全ていくと、宣言しております。で、そのまず要の技術のなるこのリゾケア XL 種子ですね、これを使った淡水超過の様子を今日はしっかり見ていただければと思ってます。なるせ帽子もね、これリゾケアの帽子今日被ってるぐらいですから気合が入っております。で、今回我々がその淡水直下を大規模にする上で、必須マシンということで、この専用の淡水直下のマシンを導入しました。で、これはクボタのいわゆる NW8S、 もともとは8畳田植え機のボディスペックになってます。で、後ろのユニットに直下ユニットを付け替えてるということですね。で、あと前はこの GPS アシストで直進アシストが付いてるっていうのと、あと結構僕重視してるんですけど、このキャノピーね、このキャノピーがないと、もう本当に暑い時はね、オペレーターきついんで、必ずこう屋根をつけた、オプションをつけてね、そういった仕様にしています。で、これが機械の後ろ側で、これがいわゆるその直波の天波のユニットになってます。で、クボタのこれ鉄巻ちゃんっていうね、なかなかナイスなネーミングがついてるんですが、もともと鉄コート種子の、直波に使うユニットなんですが、リゾケア種子でもこれで全く問題なく使えるということです。で、この上の大きなホッパーが肥料のホッパーですね。で、ここからホースが出ていて側上に施肥されるという仕組みになっています。で、これが小牧ちゃんといって、これもナイスなネーミングですが、これが除草剤を同時散布する、システムになっていて、で、ここに最後のこのホッパーがあるのが、いわゆるこの種子を入れるところで、実際これリゾケアの種子が入ってますね。はい。なので施肥と除草剤散布と箸を、3つの工程を1つでするっていうのがこのユニットの特徴になってます。箸同時でね、直話同時で使える、除草剤ということで、今回お先にっていうですね、除草剤です。で、ホッパーは一発肥料が、4体ですね、一応入る形ですね。で、これがリゾケア種子です。パッと見ちょっと便盛りっぽいんですけど、こういうちょっと紫色のね、薬剤の色なんですが、こういう種子になってます。で、これに殺虫剤、いわゆる酸素剤、殺菌剤、主に3つのね、資材がもう添付されていて、非常にその苗立ちと収量を安定させる、技術が集約されているコーティングです。結構コストのことをね、ご心配される方もいるんですが、やっぱりその発芽率、苗立ち率高いので、そもそも種子量をかなり少なくできるっていうのがあるんですけど、やはりその育苗にかかるその人件費であったり、いろんな設備、資材費を考えるとですね、我々の大規模化にとっては非常にコスパの高いですね、やっぱ技術だと思ってます。さあ、まだ機械も新しいんでね、気持ちいいですよね。で、我々ドローンではなくて、基本的にはこの専用機での天波をチョイスしてるわけですが、やはりこの専用機だと、後ろにあるようにこのフロートとその整地板がついているので、やっぱり端床を鳴らした上で確実に落とせるということがまずポイントと挙げられます。で、今回の田んぼは白かきして翌日の、まだ電面が少し柔らかい状態のね、端床をセットアップしてます。で、これはGPS のあれですね、最初 A 点 B 点、セットして、そして GPS で自動操作で入っていくということですね。この大面積になるとね、もう直進アシストがもうあるとないと全然もう疲れと、あと精度が変わってきますし、ご覧のようにも前見なくていいんで、後ろ のちゃんと除草剤とか散布されてるかっていうのもね、確認をすることができます。非常にこの直進アシストも、重要な機能です。で、この専用機はね、ちょっとこれ見づらいんですけど、2本ね、溝を切るんですね。溝を切っていくので、同時になので、この後の初期の水管理、この後除草剤撒くんで深水にするんですが、水も非常に前面を走りやすくて、水管理もしやすくなるということです。で、今回はこれ白書きの補助をやってるんですが、我々は今年からですね、レーザーレベラーとかケンブリッジローラーであえて締めて、無白書きの補助でも直波をして、いってます。
まあ、そういった形でいろいろな補助条件に合わせて橋床をしっかりセットアップして橋精度を高めていくということが非常に重要になってきます。で今淡水直破がですね終わりまして、実際この橋床にどういう形で離層ケア種子が落ちているのか、どういう状態が理想なのかちょっと見てもらえていいですか。でこのリゾケアは例えば鉄子とかと違ってちょっと柔らかい電面の状態に本当にこういう形で少し潜るような感じ、こういうのが理想的です。少し潜った方がやっぱり障害にも合いづらいっていうのもあって、で酸素剤が塗ってあるんで潜ってもいいということです。なので、まあ、これがちょっと柔らかめの、白かきの本当当日とか翌日ぐらい、まだちょっと表面が落ち着いてないぐらいで発射するのが一番いい状態で、これが今18センチピッチでちょっとこの辺埋まってるんだけど、だいたい5流から6流で、担当 4.5 キロ、加工もみの重量で落としてる18センチピッチでずっと落ちてます。はい、というわけで今日はですね離層ケア種子による淡水直破の様子を見てもらいました。でもご覧になった通り本当にねワンオペでもどん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 効率のいい作業ができるんで、まあ、本当にね一気に労働生産性が飛躍すると、まあ、こういうことでございます。まあ、この調子でですね今シーズンしっかりと発注していきたいと思っております。それでは次回またお会いしましょう。